天校生、天校生、天校生は、1982年、昭和57年に公開された日本映画。山中久志の児童文学、俺があいつで、あいつが俺で、の最初の映画化作品。公開時の平映は、オンザロード。2007年、平成19年にリメイク版が公開された。ロケを行った土地にちなみ、1982年版を、 尾道転校生2007年版を長野転校生と呼び分ける向きもある。明るくクラスの人気者である斉藤和夫。彼のクラスにある日転校生がやってくる。その転校生とは実は幼い頃近所に住んでいた幼馴染みの斉藤和美だった。一夫と和美は学校の帰り道、ちょっとした弾みで一緒に石段を転げ落ちてしまう。それによって 二人の体と心は入れ替わってしまっていた。つまり、一夫の体にカズミの心が、カズミの体に一夫の心が入ってしまったのである。帰宅してからそのことに気づいた二人は、自分たちの身に起こったことに戸惑いながらも、ともかくそれぞれ相手になりきって、生活を続けることにした。しかし、当然男の子が女の子の生活に、女の子が男の子の生活に、 そう簡単に馴染むことができるはずもなく、二人は、勝手がわからない中でそれぞれに苦労しながら、協力し合い、助け合って乗り越えていく。そうするうちに、いつしか二人の心には、他の誰にも理解できない絆が生まれてきていた。そんなある日、和美のかつてのボーイフレンドであり、憧れの人である、山本博が、和美を訪ねて、以前和美が住んでいた町からやってくることになった。 それを聞いたカズミは、一夫に自分の気持ちを話し、ヒロシとの間がうまくいくよう協力を頼んだ。最初は塩らしく女の子らしい演技をしていた、カズオだったが、次第に血が出てきてしまう。心配で二人のデートについてきたカズミは、そのことに我慢できなくなり、ついには泣き出してしまった。そんな二人を見たヒロシは、二人の間の見えない絆の存在に気づき、二人を励ましながら、 自分の町に帰って行った。そしてついに二人が恐れていたことが起きてしまった。一夫が父の転勤で横浜に引っ越すことになったのだ。それを知ったか美は落ち込んでしまう。このまま二人は入れ替わったまま、それぞれの生涯を過ごさなければならないのか。思い詰めた二人はついに家出をしてしまうが、二人はお互いの体に戸惑い、傷つき、嫌悪感を覚えながらも、 やがて異性として相手への理解を深めていく。いつまで経っても元に戻らぬ二人は絶望的になっていき、特にかずみは自殺を考えるまで追い込まれる。家で先の対岸から町に戻ってきたその日、あの神社の階段の上で二人はふとしたはずみで再び転げ落ちてしまった。気がついてみると二人は元の一夫とかずみに戻っていた。俺かずみが大好きだ、この世の中で。 誰よりも一夫くんが好きなきながら枝休二人。それから数日経った一夫の引っ越しの当日。引っ越し荷物を積んだコンテナトラックに一夫と両親が乗り、かずみが見送りに来ている。動き出したトラックの助手席から追ってくるかずみを8ミリで取る一夫。さよなら、俺。さよなら、あたし。1980年夏、脚本家、剣持渡るが山中久志の原作。 俺があいつで、あいつが俺で、に感銘し、プロデューサー、森岡道夫に連絡を取り、友人でもある、映画監督の大林信彦に企画を持ち込んだのが、島。県持ちは、神奈川県小田原市、山中が北海道小樽市出身で、いずれも海辺の町の育ちで、どこを、ロケ地にするか検討されたが、大林がふるさとである、小野道ロケを決めた。 脚本の剣持ちは1973年のゴキブリ刑事以降、本作まで10年間一本も脚本を書けず、転校生が映画にならなければ辞めるつもりでいた。原作の主人公二人は小学校6年生という設定。このため最初はサンリオの行動で小学校を集めてオーディションをした。2000人近くの小学生にあったがしかし、 性を意識した年代の役者が演技しなと、映像表現は難しいという大林の考えから、主人公二人を中学校三年生の設定に、引き上げオーディションをやり直した。そこで主役に抜擢されたのが、小林里美、和美役と美都しのり、一夫役の二人。小林は面接で四本の指を立て、これだけなんですねと、半分泣き出しそうな顔で言った。 小林が裸にならなくてはいけない場面が計4回あったのである。裸になる回数など大林は数えておらず、とっさには何を言ってるのかわからなかった。脚本では男の子としての役だが演じる女子にとっては大きな問題だった。このうちに秘めた恥じらいこそ新人だった小林が大役を射い止めた理由だった。脚本をよく読み込んでこの映画にかける情熱が他を。 引き離していた。一方、女の子の役は耐え難いと思っていたおみは、翌日も面接に呼ばれると髪を切って現れた。大林監督が覚悟をしてきたと捉えたことが抜擢の決め手だった。おみはこの主役が嫌で、オーディションで別の役に当てられ、安心して髪を切りに行ったら、マネージャーにもう一回、大林監督に会いに行ってくれと言われた。すると、 大林監督から髪を切ってきてまでこの役にかけたおみくんに、僕はこの映画におみくんをかけてみたいと言われた話している。気づいたら、内股で歩かされたり、ビューラーでまつげをカールされたり、恥ずかしくて仕方なく、試写会に学校の友人が来てるのを見て、トイレに隠れたという。主人公二人を中学生に引き上げたが、ストーリーの方は原作を忠実に再現したために、 言動が中学校3年生にしては幼すぎたり、転校当日のかずみの思春期の少女としては、デリカシーに欠ける発言や夫に対する態度等、中学校3年生であれば生理があって、当然なのに、病気で進級が遅れた同級生女子について、俺たちより年上だから、もう、あれがあるだろうなという無理のある発言がありするなど、整合性が取れなくなっている部分がある。 この映画が制作された当時、監督を務めた大林は、CM ディレクターから映画に進出して5年目、すでに5本の劇場映画を監督して、ヒット作も多かったものの、映像の遊びが多い作風は評論家受けが芳しく、なく、名声が十分に確立されていたとは言えなかった。また、主演の尾身としのり、小林さとみもほとんど無名の俳優であり、さらに、 男と女の体が入れ替わるという内容が当初は出資を決めていたサンリオの当時の社長がハレンチ。我が社の社風に合わないという社長判断を下し、撮影開始の2週間前に出資が中止されるなど制作費の調達は極めて厳しい状況だった。全2作で大林がタッグを組んでいた門川春樹にも打診したが原作本が 角川書店ではなくオーブン社から出ていくことで断念した。大林は一時期はクランクアップが危ぶまれるところまで追い込まれたと述べている。お身としのりも小林里美も一ヶ月以上もリハーサルを続けて映画の仕上がりも見えていた段階だった。1981年7月半ば、大林が大森和樹のレイブラッドベリ作品のプロデュースをしようと打ち合わせで、 新宿で ATG 代表の佐々木志郎に会った際、大森が大林さんの映画が潰れかけています。時に救済を頼み、渡された台本を読んだ佐々木から、こういう映画を見たいから、僕が何とかするとの回答を得て、制作にこぎつけた。ATG は佐々木体制になって制作する映画の傾向が変わった。大森のレイブラッドベリーが転校生に移行し、 大森のレイブラッドベリは実現しなかったが、口述する理由で、多少の借りは返したかもしれないと、大林は述べている。詳細は口述。佐々木が当時映画制作を始めようとしていた、日本テレビに話を持ち込み、1981年9月に入って、映画の完成後、日本テレビ作品となった。大林はこのほ小尾道の中田貞夫商工会議所回答。 当時の個人的な資金援助の協力があったと話している。公開後、地味だが、極めて良質の映画という評価がなされ、参加スタッフ、出演俳優の代表作になった。日本テレビの金曜ロードショーで全国放送され、1983年5月の25.2%を皮切りに4年連続で、 テレビ放映され、高視聴率を上げたので、お返しはできたと思うと、大林は話している。その後、大林が尾道を舞台に撮影した、字をかける少女、1983年、サビ辛抱、1985年と組み合わせて、尾道三部作と呼ばれるようになり、広島県尾道市を観光都市として、夜日占めることになった。 1980年代の日本映画界を代表する映画の一つと評され、さらに地元との協力関係の中で映画を作るという手法も注目を集め、それはその後全国各地のフィルムコミッション誕生へと繋がっていった。大林はもし転校生が生まれてなかったら、後の尾道映画が続かなかったかもしれないと述べている。山中久志の原作、俺があいつで、 あいつが俺で、は、大文社の小6時代に1979年4月号から連載された後、1980年に書籍として出版されたが、映画化の最初の反応と同様かそれ以上に、当時の児童文学の批評家と読書運動家に、ケチョンケチョンにけなされた。しかし、そんな狭い児童文学業界で、小馬鹿にされたような作品を映画化しようと大林が、 山中に許可を求めて訪ねてきたとでマスメディアも、大々的に取り上げ、同書は、ベストセラーになった。転校生が高い評価を得たことで、それまで原作をけなした人たちは息を殺してしまったと、いう。文庫版に、大林が寄せた後書きには、この原作を山中が書くに至った経緯が明かされており、非常に読み応えのある内容となっている。少年と少女が入れ替わるという設定は、 鳥替えばや物語や佐藤八郎のあべこべ玉変身ポンポコ玉など以前からあるが本作以降の設定を持つ作品は転校生を例えとて語られることが多いこれ以降 NHK 民放とも俺があいつであいつが俺でを原作に転校生の要素をいいとこ取りしながら何度もテレビドラマ化がなされたまた劇化されて舞台にもなり漫画化もされ 韓国でも映画化もされた。大林は韓国でも有名と、クアクジェヨンが話していたという。2007年の TBS ドラマ、パパと娘の7日間は、平成版、転校生とも言われ、劇中パパと娘が転校生を参考に、神社の階段から転げ落ちて、入れ替わりを元に戻そうとして失敗。パパ役の白ヒロシが、映画ではうまくいったのにと話すシーンがある。 2014年の NHK ドラマ、さよなら私は、熟女版、転校生不倫ドラマ版、転校生などと言われ、神社の階段から転げ落ちて、主人公の二人が入れ替わるというシチュエーションも使われ、本作のラストのセリフがドラマタイトルになっており、他におみとしのりが出演するなど、転校生へのマージュを感じさせる。山中久しの原作、俺があいつで、あいつが俺ででは、さよなら、 私というセリフは使われておらず、また入れ替わりのシチュエーションも、男の子が脅かしてやろうと女の子に体当たりして、入れ替わるという割に、簡単なもので、神社の階段から転げ落ちて入れ替わるという、シチュエーションや先のセリフは、転校生がオリジナルである。現在では、こうした設定を俳優が入れ替わった人格を演じることに違和感はないが、 当時はまだ男女入れ替わりの演出法が確立されておらず、縫いぐるみを着せるか、声だけ吹き替えるかなど、いろんな意見が出された。大林は前作、狙われた学園に続き SFX を駆使して、助走させたおみに、特殊メイクで偽のちぶさをつけさせようとした。でなきゃ、男の子と女の子は入れ替わりません。演じる、俳優さんが入れ替わるっとって、役柄を取り替えただけ。 画面に映ってるのは同じ男の子と女の子であることに変わらない。これじゃ面白いわけがない。映画とは画面に映っちゃう分、不便なものです。受け手の想像力に頼り得ない。これは映画化不可能な原作ではないか、と大林は思っていたという。山中からも、こんなものを映画化しようなんて考える奴はバカと言われたという。しかし、 不可能なことを実現すれば映画の新発見になると挑んだ。尾身が女装を堅タなに抵抗したことと小林が女優魂を見せて脱ぐのを承諾したことでこの形が入れ替わり演出のスタンダードとなったという説もある。皇太子、なる人親王はこの作品を自らの好きな映画作品に挙げ、ですから転校生のビデオを見始めると、 ついつい徹夜して寝不足になってしまいますと大林に語ったことがある。2012年12月、アメリカニューヨーク近代美術館、モマで開催された日本映画特集、アートシアターギルドと日本のアンダーグラウンド映画1960から1984年に大林が招かれ、本作を含む大林作品がオープニング上映された。 すべて販売はワップ。1982年公開の転校生のリメイク版。監督は同じく大林信彦。舞台は長野県長野市に変更されている。はすぼと子の初主演作品となる。1982年版が原作のほぼ忠実な映画化だったことに対して、本作は特に後半部分が原作からは離れほぼオリジナルな展開となっている。 その内容は、かずみの体が突然、原因不明の不治の病にかかり、医者から余命に3ヶ月を宣告されるというものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。